前回の1月から今回までの間に大きな事件がありましたよねとウクライナ侵攻がこの間ありましたこれ世界史的な大事件だったわけなんですけれどもこれについてちょっとどういうふうに応答するかってことも最初に考えた方がいいかなと思いましてと言いますのもやっぱりウクライナ侵攻自体がある種の歴史戦的なものでもありますしまず米原さんからお伺いしたいんですけれども今回の事件を受けて歴史っていうのが重要だなと思われたのかそうじゃないのかからまずお伺いなんイントロからすごい重量級が 逆にウクライナ戦争を見てやっぱ中途半端なくらいなら歴史ってない方がずっといいなと思いましたね、うん、ロシアとウクライナってずっと隣国で、うん、ロシア人とウクライナ人で通婚して家族に両方いるよっていう人とかもむちゃくちゃいっぱいいるはずじゃないですかうん、うん、そこでなんか変に歴史の怨恨みたいなものを呼び覚まさなければでそういうことをこう中途半端に覚えているせいでネオナチ政権なんだってプーチンがと、うん、あ そううっすすねね、うん、やばいい、ねうん、みたななな感じこうなっちゃうのかなと、うん、どうせなら完全に忘れてた方がいいのかなって信長のイメージってでもすごく変わってるんですよね、うん、江戸時代は非常に暴君明智光秀をいじめるパワハラな、うん、近代になると勤農家 ってなってで戦後になると確信者みたいな形でイメージが変わっていくんですけどこれあんまりその何ですかね新しい歴史的な事実が発掘されたことで人物像が変わったって感じではあんまりなくて実はうん、うん、当時の社会の風潮とか当時の人たちのこうあってほしいみたいな願望みたいなのを人物像に投影してってそれによって人物像がどんどん変わっていくわけですよね。もいとるんゼレンスキーとか,もなんか突然うん、うん、民主主義を守る英雄みたいな みたいな感じにうん、うん、ウクライナ戦争始まる前はむしろ支持率もそんな高くなくてな大統領ぐらいいのの勢いだったのがこれは1970年の単行本版の本だけに入ってる一節なんですが未来論と終末論が背中合わせに今は並存しているこんな時代は歴史上にも珍しいっていう。うんうん まあ、歴史の大義語っていうと普通は未来とか現在になると思うんですけど歳月じゃないかってこれが僕この本が多分今好きになる理由なんでしょうけど、うん、70年に単行本にまとめる時はですねなんかもう歳月だけあればいいんじゃゃね <laughs> い諦めちゃった<そう> <laughs> 数々の歴史観が歳月の流れにこうして作り出されたとこれ単純に言うとその村松にな保守の人だったからうん、うん、一番批判したいのはマルクス主義なんだそうですよね。 たっていうふうに主張する人たちがいて、うん、いやーもう昔から我々は変わらないんですよとうん、うん、季節がじゅんぐり巡るだけ生まれてくる人がいれば死ぬ人がいるそれだけなんですよっていうのは、うん、許せんって思ってこう歴史観がいろいろ作り出されたんだけど、うん、私はやっぱりそういうふうに考えてます。うんうん、あそうだ思い出しましまた歴歴史史の意意義義、うん、最近忘れてたんですけど <laughs> 歴史にも意義があって 歴史の意義ってネガティブさを受要可能にすることだと思ってたし今もまあ割と思ってるんですよ今だけだったらそれはポジティブな方がいいじゃないですか、うん、今こうおいしいドリンクとまずいドリンクとどっちいたしますかってうん、うん、それはしい出ててくださいよってこう言うじゃないですか、うん、でも歴史にすることであの時ネガティブな体験をしたけどでもそれが俺の糧になったよなとかあれで気づかされたこといっぱいあるよなとかうん、うん、一つだけこれは違うなっていう違和感があったのはやっぱり。 実証ブームになっちゃったっていうことですよねつまり応仁の乱がヒットしたのはすごい実証的にやってるからだからヒットしたのであるとうん、うん これから歴史本は実証だみたいな感じで新書実証ブームみたいなのがまあすごい増えてしまうこれはまあ私としては全然そういうことは意図してなかったで実際その「応仁の欄」を書くにあたってですねじゃあ歴史学者が書いた本だけに影響を受けたかとかそれだけを参照して書いたかというと実は全然違ってえとまず最初なんですけど坂谷太一さんの「現代を見る歴史」。 っていう俗にプレジデント士官って言葉があると思うんですよね。はい、まあ、プレジデントって雑誌がありますよね。うん、ビジネス雑誌ですよね。で、そこに結構歴史もののエッセイというか論評みたいなのが結構入るんですよね。で、大体つまり、歴史をビジネスに生かすみたいな感じの。なんか信長に学ぶリーダーシップとか坂本龍馬に学ぶ交渉術みたいな感じの。 まあ歴史学者の側はそれ雑な例えでしょみたいな実証的ではないみたいな感じでまあ気持ちはわかるんだけどでもやっぱり結構私はプレジデント士官ってそれこそねついたさんの総工地中間地の話でじゃあそんなものは無駄だっつって全部ね切っちゃうっていうのはそれはそれでどうなのかなっていうのがやっぱり私の問題意識としてはあるんですよつまりそれが興味関心の入り口になる人もいるわけですよねまず私は第一部軍事オタクルートっていうのがありましてですね、まあ、軍事になった芸人 といいいううのかから上げててこなと思いましてまあ仮想戦記ブームっていうのがあってまあそれ日本がこういう作戦やったら実は勝てたんじゃないかみたいな本っていうのがありまして一時期すすごいブームだったんですよねまあその一番のブームを作った作品って言われてるのはこの荒牧義雄さんもともと SF 作家の方ですけれどもで彼がそあその本を出したらすごいまあブームになってすごい広く読まれたと。どういう内容かというとまあ山本五十六まあ連合艦隊司令長官で太平洋戦争中に戦死した海軍の軍人ですけれども彼が五世っていうねパラレルワールドに転生する場合 その前世の記憶を持ったままだからつまり自分の作戦がこういうふうに失敗したってことを知った状態でさらに後半の方に行くと読者コーナーっていうのが巻末についていてまあこれだからちょっとツイッターのリプライみたいなところがあってですねいろんなあの読者の感想が来て返信をそこでしているわけですけれどもそのコーナーがどん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 増殖していって誰々なんとかさんの開発したミサイル構想を使いますって言ってて次の間でそのミサイルが使われてる。読者かかかららのそういういい感想とととを受け入れなががストーリーリもちょっっ変えていったりとか特別兵器出 面白いな。なるほどね。これはいつ頃読まれたんですか？これもで高校ぐらいです。おお、それはすごい壮志ですね。当時は本当に何も人気六戦艦って書いてあるスカウトみたいな。条件反射だ百円だみたいな。百円で戦艦って書いてるから安いからガンガン買おうみたいな。そうですね。の古本屋が日経つと消えるから買っとかないとなくなる。なるほどそうやってこうバッと条件反射で買ったおかげでこういうのも読めた。あ、そうですね。あ、なるほど。あ、そんなアプローチかと思いましたやっぱりね。 まあなんで自分がねこうおかしくならなかったのかっていうことで、まあ、一つはすごい全体像を知りたいやっぱ歴史か全部を語れるみたいなのがすごい好きでも一方ですごい細かい話が好きだから、うん、でそれ雑すぎないっていう両方の引っ張る軸があるっていうこと、うん、一方で自分の物語みたいな国民の物語みたいなのが好きなんだけど、うん、でも自分が物語を持ってることは他人は別の物語持ってるはずだから自分の物語を押し付けちゃまずいよねって思うのが両方にあるっていうことで,す、ねうん、で今回読んでて思ったのは昔のノンフクションとにかく海外行きまくってるしあとチームですよね当時は。 みたいいにチームででンションって書いてるわけですよ、うん、つまり今みたいに IT がないので図書館とかで全部見てこう,てう、まあ、私がならなかったのはそういったいろんな本を雑誌的に読んだってことなんじゃないかなと思ってるとこあのやっぱり中世史、まあ、戦国とかは別ですけど、うん、中世の、ね、前期っていうのは基本的な資料はもうほとんど出尽くしてるんですよだから歴史像がガラリと塗り替わるようなものすごい新資料が発掘されるってことは、まあ、まずありえないですね、うん、そうするとまあ結局は解釈のレベルで争うことになるので、うん 人の楽しみ方が変わったんですかね、うん、いろんな語り口を楽しみたいっていう風ではなくなってきて「うん、俺が正しいあいつは間違いだから俺の勝ち」みたいな,、うん、なんかバトル的な楽しみ方になんか走っていきがちなのかな。うん この話だと西尾幹二さんが、ね、国民の歴史の最初のほうに書いてますけど山があるとでその山をいろんな画家が描くわけですよでも山の存在を否定してるわけじゃないそこにやっぱり山はあるわけですよねなんか何かしらのこう起きた出来事とでそれに対していろんな画家がそれを解釈してこういう絵を描いたりああいう絵を描いたりで歴史ってそういうもんじゃないかって話が国民の歴史の方に書いてあってだ訂正可能っていう時に山の存在を消しちゃうとこれやばい方向に行くので、うん、それは歴史修正主義歴史あの悪い意味での歴史修正主義ですけど、うん、でもそのいろんな絵を描くこと自体は許されてるはず で今は俺の絵こそが本当の絵なんだっていうような競争してしまってるのはよくないあのもっといろんな絵があっていいんじゃないかなと思いますけどね。うん